屋の大熊です。今回ですね、突撃成田、はい、ゲストリレー、はい、合っている、合っています。突撃成田ゲストリレー第3弾でございます。はい、というわけで第3弾目のゲストは満月動物園の西原清美さんです。はい、どうも、満月動物園の西原清美です。清美姉さん、はい、清美姉さん、はい、本編に出てもらう、がっつり出てもらうのは2回目。はい、めっちゃ楽しいです。リブ・イン・ザ・近畿文字、おととし以来。おととしか。あ、そうなんですね。なんかようわからん芝居に。いや、そんなことないですよ。だってあれですもんね、あの時は舞台上にはあんまり出てこない。出てこない、どんどん太っていってね。あ、そうですね。巨大金魚になる。ここにどんどん詰め物して。そうそう、そんな芝居に。で、今回はあんな感じではなく、結構派手めというかね、はい、割とガチャガチャした芝居に。めっちゃ楽しみ。ちょっと、ひよみさん、よろしくお願いします。お願いします。歌をね、今回はちゃんと歌ってもらおう。やったー。デップ機の時はもう歌ってもらおうとか言ってたのに、なんかようわからん金魚の。そうや、もうそうや。忘れてた。すごい怖いやつ、金魚の歌を。そうや、ちょっとだけなんかね、ノイズ的に歌ってもらう。そうや、歌ってないと思って歌った。どんな曲やったっけな。なんかね、怖い。怖かったです。いい曲でしたね。でもあれ、なんか怖くて、ね、うん、ネットで調べたら出てきたんやけど、有名なね、作家さんが書いた詩みたいな。でも歌はもうあんまり残ってなくて、なんかそのね、素人さんじゃないけど、はい、が書き起こしたやつしか残ってない。めっちゃ怖かった。怖い歌を。怖い歌を。そう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 。なので、まあ、今回は割と怖くない歌。怖くないですね。そうなんですよ。で、一応このね、ゲストさんにここで配役を言うと。あ、そうなんですか。そういう仕組み。まあ、俺もちょっと言ってるんですけど、ね、今回はカラオケ教師スザクという、なんか仰々しい役なんですけど、カラオケ、はい、カラオケ、カラオケ、歌ですね。カラオケ。やっぱ、あれ、なんかユーストで、はい、カラオケ喫茶の話したから入れてくれたんですか、たまたま。たまたま、え、でもどうやったっけな、そうだったっけ、その前にでも、ね、そうですね。そういうね、ジーナ的な。どんな役にしようかみたいな。でもカラオケ喫茶ひまわり、その後にカラオケ喫茶ひまわりっていう単語を知って、そっかそっか、それで言ってくれた。ちょうどええわってなって。いや、もうお母さんも喜んでカラオケ喫茶ひまわりをお母様が、はい、はい、そうなんですよ。母のお店でノエ喜ぶノエ、あ、関名です。関名、はい、やってます。はい、ではそんな西原清美さん、はい、これ実はバトン形式でして、そうなんですね。ヨッシーさん、吉田聖子さんから、加納美奈子さん、はい、加納さんから、キムさんに来たんですよ。はい、で、質問を扱っております。うん、怖いな、なんかさっきからみんななんか苦笑いしてましたもん。あ、ほんまですか。ちょっとじゃあ、川原君、質問は。はい、質問は、怖い、何、加納さんからいただいた質問。西原清美さんは、金の持っている武男と金は持っていないが好みの男なら賞味どっちが好きですかというのが。なるほど。一応選びます。え、金を持っている武男と、はい、金を持っていないけど私の好みだというイケメンと、はい、イケメンというか自分のタイプ、はい、どっち選びますか。賞味、賞味。本当のことを聞きたいと、はい、なるほどなるほど、賞味ね。いや、ですね、いや、それはやっぱ金を持ってる。それは賞味、賞味やったらそうなりますよね。賞味、賞味で、そうありたいけど、はい、現実はやっぱり夢を見てて、現実は金のを持ってない、はい、そのタイプの人ってなってしまいがちやなと。あ、現実は、うん、そうですね。あ、ギャ、なんかすごいですね。夢は、あ、そうなんや。夢は、はい、金を持ってる武男と幸せに、はい、年取って裕福のまま一生を終えたいけど、金は、だ、顔は関係、容姿は関係ないってことですね。そうなんです。容姿関係なくて金ある方がええと。っていうのが夢ですけど、現実は
やっぱり顔のやっていたからそうなんですよそうですね、だからどっちなんやろう、夢はやっぱりお金です、うん、並んでたらってことですね、そいつらが。あ、並んでたらやっぱあの好きな顔の方が難しい質問やな。合コンでその2人がいたとしたら、あ、そうですね、ブサイクな医者と売れてない歌手みたいな人がいたら、はいはいはい、やっぱ売れてない歌手なるほど、わかりました。はい、そうですね、了解です。じゃあ、次のゲストさんを指定していただいて、なるほど、まだ質問をしてもらえるという。なるほど、ひろみさんから誰が次こう出てほしいですか。次、ちょっと待ってください、ゲストさん今なんかヨッシーさんとカノさん、まあ、2人でですか。はい、あ、そうなんや。あとは初共演の方いっぱいいます。そうですね、あ、質問したいこと思い出した。私、鍋さん。あ、鍋ちゃん。鍋さん。鍋さんね。はい。いや、もう鍋さんめっちゃ好きで、もう、もうなんかというか、もうツボで私なんか。鍋さん面白いですね。面白いですね。もう鍋さんが、こう一人でこう練習してるとか見てるだけで、なんかもう幸せに満たされるんですけど、はい、そんな鍋さんに、私は、はい、ですね、年齢を聞きたいなと思うんですけど。これ、聞きますかこれ。そこで聞いた。この場で。この場で聞いちゃいますか。あ、ダメです。いや、いいと思いますけど、一応補足説明。これ補足すると、今、地域の傾向では、鍋さんの年齢はいくつなんだという、議題が巻き起こってますね。鍋さんは一向に、年齢を公開してないんですね。まあ別にそれはいいんですけど、やはりその濁し方が、鍋さんの濁し方が若干引っかかるんですよ。で、まあ、同い年。ごまかしがね、こう、引きがあるんですよ。なのでちょっと今現在うちの稽古場では流行ってる、流行ってるんですね。28歳ということになってますか、ね、今。そうです。そう私がナメさん一人やなって見つけたらさーって寄ってって何歳なんて聞いてたらまたちょっとずつ人が増えてって、やっぱ教えてくれないんですよね。じゃあちょっとまたこの場で、OK、で、はい、公式に聞いてみる。オフィシャルな質問。いやー面白いですね。じゃあナメさんに次回。はい、リレーを渡したいと思います。うわー楽しみ。ゲストリレーか、はい、じゃあ、今回のゲストは、満月動物園の西原きよみさんでした。わー